私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。坂上忍、演歌歌手中澤卓也と係争中の元交際相手に裁判で白黒っていう思いも、すでに結構なダメージ。俳優の坂上忍54が28日、マックを務めるフジテレビ系、バイキングモア、月から金曜前11:55に出演。演歌歌手の中澤卓也、26、が元交際相手の女性と係争だとブログで明かしたことに言及した。中澤は、現在は歌手の西田愛、33、と交際中。関係者によると、中澤は昨年、二人との交際期間が重なっていた時期があり、婚約をしていた、という元交際相手に作家、訴訟を起こされた。中澤の所属事務所は、関係者に迷惑をかけたくない、との理由で、昨年10月に BS 朝日、人生、歌がある、のレギュラーを降板し、同12月に所属レコード会社との契約も更新しなかったという。坂上は、変な話、元交際相手の A 子さん的に裁判で白黒っていう思いもあるでしょうけど、この歌手の中澤さん、すでに結構なダメージを与えているような気もしますけれども、と自身の受け止めを話した。中澤卓也に西田愛熱愛、演歌界に新風吹き込む美男美女、交際2年。2017年に日本レコード大賞新人賞を受賞するなど演歌界のホープと称される中澤卓也、26、と演歌歌謡界では珍しくYouTuberとしても活躍する西田愛、33、が交際中であることが13日、分かった。二人は仲良し歌手たちによるコンサート、三人の歌仲間、で共演するなど、若手実力派として幾度も仕事を共有。ストリート系の情報を発信する中澤と、動画配信に取り組む西田は、共に演歌歌謡界に新風を吹き込む存在として、今後が期待される美男美女だ。二人の知人によると、何度かの破局期間を挟みながら、交際は2年ほどという。NHK のど自慢のチャンピオン獲得をきっかけに歌手となった中澤は、ドライバーライセンスを所持する代わりだね。17年のデビュー時には日本優先大賞優先奨励賞などを受賞し、爽やかなルックスでマダムキラーと呼ばれる。西田は作曲家平尾正明さんに師事し、10年にデビュー。アイカップのアイちゃんと呼ばれていましたと明かすナイスバディの持ち主で、グラビア経験もある。18年3月に開設した YouTube チャンネルでも好評で、二刀流で活躍している。同じレコード会社に所属していたが、中澤は昨年10月、西田は今年2月いっぱいで契約が終了。西田は同時期に所属事務所も退場し、ブログで、今後は歌だけに止まらない表現を、私なりのペースで見つけながら歩んでいきたいと思っております、と綴っている。菱形中澤卓也、中澤卓也1995年10月3日生まれ、新潟県長岡市出身。2017年に青いダイヤモンドでデビュー。地元にいる兄は剣玉の有段者で、NHK 紅白歌合戦での三々披露しのギネス挑戦に参加している。菱形西田愛、西田愛1988年7月14日生まれ、鹿児島県姶良市出身。2010年に平尾正明さんがプロデュースした揺れて縁花火でデビュー。鹿児島城西高校時代には3年生の時にサッカーの大迫勇也選手が入学した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。